日野自動車、J バス、伊須津自動車、J バス J バス、小松事業所空撮小松合わず工場に隣接する。J バス、小松事業所、J バス、宇都宮事業所、J バス株式会社は、石川県小松市に本社を置く日本のバス製造メーカー。日野自動車と伊須津自動車が合弁で設立した会社で、日本国内向けの製品を製造している。 バス車体製造国内最大手。社名は、日野、いすず両社の、ジョイントを表す、J、また、日野の、H、いすずの、I に次ぐ、ラテン文字アルファベットの、J に由来する。また、ジャパン、ジョイン、ジョイフルのそれぞれの頭文字も意味している。事業所に関しては、九州合併された旧日野車体工業と、旧いすずバス製造をそのまま引き継いでいる形になる。また、 小松事業所は日野川が、宇都宮事業所は石津川が引き続き統括を取っている。事業所名後ろの括弧内の英字は事業所を略記する際の記号であり、名板には使用番号の後ろに表記されている。北海道東北関東中部関西中国、四国九州、沖縄一部の例外を除き、2社に統合車種として供給が行われている。これらの銘柄は、 それぞれ発売元の会社の銘柄が付き、日野社は、日野、J バス、イスズ社は、イスズ、J バス、トヨタ社は、トヨタ、J バスの銘板が付く。また、銘板の使用番号の後ろに、事業所を略記する際の英字記号が表記されている。多くの車種が、J バス発足年の2004年頃のマイナーチェンジ車から、統合車種化しているが、 大型路線バスのブルーリボン2の初期モデルや2007年中頃まで発売されていた中型系のバスは OEM 供給車として扱われていた。こちらの銘柄は車両についてはいずれも供給元 J バスの名板が付いている。窓ガラスは小松事業所では AGC、宇都宮事業所では日本板ガラスを採用している。他に トヨタ自動車向けに日野製をベースにした燃料電池バスを製造しており、ブルーリボン式ハイブリッドの生産終了後は小松事業所で生産される唯一の大型路線バスとなっている。小松事業所燃料電池バスについてはトヨタにのみ、小型ノンステップバスについては日野にのみ供給され、それ以外は日とイスズに供給されている。開発は燃料電池バスがトヨタ。 それ以外が日野である。宇都宮事業所、ハイブリッドバスは日野が、それ以外は椅子図が開発しており、いずれも椅子図と日野に供給される。なお、当事業所では現在は、ノンステップバスのみを製造している。小松事業所宇都宮事業所、ありがとうございます。